皆さんこんにちは、お魚ちゃんです。お久しぶりです。稲垣咲チャンネル、だいぶお取り寄せ王女に侵食されていましたけども、この新居に来て3匹目をさばきたいと思います。いやー、なかなかね、築地が家から遠くてね、あんまり仕入れることができないんですけれども、今回はちょっと個性的な魚を手に入れたのでさばきたいと思います。今回さばくのはこちら、はい、オナガダイです。重い。すっごい綺麗でしょう、このお魚。結構ね、市場に出回ってないそうで、本当に築地とか行かないとないという感じでございます。大きさは様々なんですけど、私が手に入れたのは何センチかな、50センチぐらいありますね。で、目はね、もう金目鯛みたいにパッチリちゃんですね。かわいい。で、綺麗なね、赤と薄ピンクのこの鱗がファーって入ってて、コンロまで続くこの長い尻尾、ほら、すごい。コンロ汚っ。こんな可愛い顔して、鋭いね、背びれがついてます。で、なんで、こんなね、個性的な魚を選んだかと言いますと、なんと、私、YouTube 初めてですね。初めて。毎週土曜日の夕方5時半から読売テレビでやってる僕のヒーローアカデミアっていうアニメあるじゃないですか。それのね、PR をお願いされちゃいました。で、私もね、まあ、あのアニメはもともと好きで見てたんですけども、やっぱヒロアカといえば個性ですよね。知らない方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ簡単に言うと、能力を持って生まれるのが当たり前になった超人社会の話です。能力のことをヒロアカでは個性って言うんですけども、その個性をほとんどの子供たちが持って生まれるんですけど、それがね、4歳までにほとんどは開花するんですけど、それが全く開花せず無個性で生まれてきてしまったのが主人公なんですね。でも、その主人公は誰よりもヒーローになりたいという正義感が誰よりも強い少年なんです。さあ、そこからどうなるのかっていう、まあネタバレなのでね、あんまり言えないんですけども、もしよかったら皆さんぜひ見てください。私はですね、今からこの個性を持って生まれたオナガダイをさばきたいと思います。ではまず鱗を落とします。おお、おっきい。見て、結構大きい鱗。これがね、めちゃくちゃ怖いんで、もう先にハサミで切っときます。切れへん。はい、鱗が取れました。今からさばいていきます。じゃーん、見てください。視聴者さんからいただきました手羽包丁なんですけど、見て、ここ先先って書いております。めっちゃ強そう。一旦研いだんですけどね、切れ味はどうなんでしょうか。じゃあ、いきます。あ、切れるこいつ切れるぞ。おー、結構切れる。せーの。硬い。関節ボキボキの形にしましょう。はい、ここです。よし。はい、力のない女性はこう包丁でやると危ないんで、関節をポキッとへし折った方がいいと思われます。
これはね、またお頭で焼いて食べます。置いときます。この膜をもうほとんど破れてるんですけど、切って血合いを出します。はい、綺麗になりました。では三枚おろしにしていきます。おっきいな。あ、ここね、ちょっと鱗ついてるからあかんわ。この包丁入れるとこにね、鱗ついてたらめっちゃやりにくいです。高級魚やからいつもよりも緊張しています。よし、硬いな。骨が硬い。ちょっとこれハサミでいくか。骨がめっちゃ硬いのでハサミでやります。はい、できました。うわー、美味しそう。反対もいきます。はい、できました。ちょっと分厚くなっちゃったな。これはね、煮物にします。腹骨をつきます。これも煮物にしよう。あ、こっちの方が綺麗やから、こっちを皮付きでやってみましょうか。では皮を引いていきます。はい、ここでショートの個性半冷半燃をやります。まずここに熱いお湯をキュッとなったところで、この氷水に熱っ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 だ。これこそ半冷半燃。はい、めっじゃあ拭き取る。めちゃくちゃ綺麗ですね。できました。じゃーん。はー、綺麗な身。美味しそうです。こっ
ちが皮がないやつで、こっちが湯引きした方です。お魚ちゃん橋これをね、上京するときに後輩の子がくれました。これで今日はいただきます。プリプリでいて淡白で甘みのある味はタイやけど、でも舌の上でね、こうすごい歯触りと舌触りがものすごく良くて、とろっととろける感じはマグロのトロって感じ、タイとトロを足したような、そんなスペシャルな魚です。今度は皮付き。かもしれません。皮でコリコリ、中身はトロッとしてて、でものすごくね、皮も全部甘いです。すっごい魚見つけました。こいつはうまさという個性の持ち主やね、人をうならせる能力を持っています。ちょっと今日初めての魚やから、気張りすぎて顔中テカテカになりました。ここでお魚雑学。今日さばいたオナガダイなんですけど、尻尾がめっちゃ長かったですよね。で、その尻尾の先に実は小さな針がついていて、それに刺されると猛毒により、ダイの大人でも大変なことになってしまうので気をつけてください。嘘です。結構食べたけどまだまだ残ってますね。あと、これだけ残ってます。お隣、いるかな？君たちのヒーローは誰だ？笑顔で君たちを助ける、そんな最高のヒーローになってみせる！僕のヒーローアカデミア！土曜夕方5時半放送中！